ピエール・ロスタンは、第二次世界大戦期のフランスの軍人、ナチス・ドイツ武装親衛隊フランス人義勇兵。当初は1940年のフランスの戦いで、ドイツ軍と交戦したフランス軍人であったが、1943年、ドイツ陸軍フランス人義勇兵部隊、反共フランス義勇軍団へ入隊し、1944年9月に武装親衛隊へ移籍。後に、 第 33SS 所属武装的弾兵士団、シャルル・マーニュの一員となり、第 58SS 所属武装的弾兵連隊、第2大隊の到着として1945年2月下旬3月のポメラニア戦線に従軍した。独ソ戦の最終局面である1945年4月末、シャルル・マーニュ士団の生存者の中で、 戦闘継続を希望した約300名の将兵の一人となり、フランス SS 突撃大隊第3中隊長として、ベルリン市外線で奮戦し、4月29日付で一級鉄十字章を受章。その後も戦闘を継続したが、ベルリン間落後の5月2日夜に、ポツダム広場付近で、ソビエト赤軍の捕虜となった。最終階級は、SS 所属武装上級総長。 フランス共和国イゼール県1909年1月8日、ピエール・ロスタンは、フランス共和国ローヌ・アルプ地域県イゼール県がベに、生まれた。1927年、ロスタンは18歳の時に、フランス陸軍に入隊した。入隊後は、フランス領インドシナ、フランス領北アフリカのモロッコ、アルジェリア、チュニジアなどのフランス海外植民地で勤務し、 1939年9月1日に第二次世界大戦が勃発した時には12年間の兵役を完了していた。その後、ロスタンはフランス陸軍第二部から技術スタッフとしてフィンランド軍に派遣され、ついで勃発したフィンランドとソビエト連邦の冬戦争に参加した。フランス帰国後の1940年5月。 フランスの戦いでロスタンは祖国に侵入したドイツ軍に対して果敢に立ち向かったが、その甲斐もなく1940年6月にフランスはナチスドイツに敗北した。長らく職業軍人としての人生を歩んできたロスタンはフランス敗戦後のビシー政権軍に改めて入隊し、祖国フランスとその政府のために働くことを希望した。1941年夏、 ソビエト連邦と戦うフランス人義勇兵部隊、反共フランス義勇軍団がフランスで創設された。しかし、熱烈な愛国者であるが、政治的要素を嫌うロスタンにとって、フランスの親独的ファシズム政党の領袖が創設を主導し、また、微斯政権の承認を得ていない非合法な反共フランス義勇軍団は明らかに政治的軍事組織であった。そのため、 ロスタンは、ビシー政権の公式な義勇兵部隊として1942年6月下旬に創設された三色機軍団に、同年10月13日に入隊したが、フランス軍の兵力増加を危惧した、フランス占領ドイツ軍の命令によって間もなく三色機軍団は解散に追い込まれた。さらに、11月末にドイツはフランスに残っていた唯一の正規軍である、 ビシー政権軍をも解散させた。占領ドイツ軍の一連の干渉によって職を失った三色旗軍団やビシー政権軍のフランス軍人の中にはドイツ陸軍の指揮下で東部戦線に従軍中の反共フランス義勇軍団へ入隊する者もいたが、ロスタンは昨日の敵の軍服を喜んで着るような熱狂は持っていなかった。しかし、 すでに反共フランス義勇軍団に入隊していた戦友たちから臆病者呼ばわりされたことにロスタンはショックを受けた。ロスタンは即座に反共フランス義勇軍団への入隊契約書に署名し自分が臆病者ではないことを示した。それでもなお、ロスタンの心の中の疑念は晴れていなかったが、ビシー政権の象徴であるペタン元帥の存在がロスタンの背中を押した。 ロスタンにとって、合法という言葉は、ありとあらゆる物事において重要であった。1943年1月、反共フランス義勇軍団の第6海援軍と共に、ベルサイユを出発したロスタンは、ポーランドのクルーサイナ演習場に到着した。ここでロスタンは3ヶ月間の訓練を終了し、反共フランス義勇軍団第3大隊第9、中隊に所属した。 1944年1月、高齢かつ、病身のフロアドバル上級軍曹が退を去ると、ロスタンは、ジャック・セボ将尉が指揮を取る、第三大隊本物付両兵小隊の副官となった。その後数ヶ月の間、疲れ知らずのロスタンは常に、戦闘の中心で活躍し、反共フランス義勇軍団の新聞、ヨーロッパの戦士1944年4月15日号に、 地名が掲載された。1944年4月20日、ロスタンは二級鉄十字章を受章した。なお、ロスタンは、反共フランス義勇軍団に在籍中、反共フランス義勇軍団選考十字章を12回、表彰された。1944年9月1日、ドイツ陸軍及び武装新鋭隊のフランス人義勇兵部隊の再編、統合に伴い、ピエール・ロスタンは、 反共フランス義勇軍団から武装親衛隊の新設のフランス人義勇兵旅団に移籍し、反共フランス義勇軍団のフランス人義勇兵を機関として編成された第 58SS 所属武装的弾兵連隊の第2大隊本部に当直として所属した。武装親衛隊への移籍に際し、解体された反共フランス義勇軍団のフランス人義勇兵たちは様々な反応を示した。 ある者は武装親衛隊の階級に身を置くことを歓迎し、ある者は武装親衛隊をカトリック教会への純然たる敵対とみなして遺跡を拒絶した。そして、ロスタン自身にとって武装親衛隊への遺跡はヨーロッパを脅かす共産主義者に対する戦いの継続を意味していた。シャルル・マーニュ旅団の訓練期間中、ロスタンは ポメラニアのラウェンブルク SS 歌手館学校に入校し、自分にはドイツ人の戦友と等しい価値があることを証明戦として熱心に活動した。同校卒業後、ロスタンはビルトフレッケン演習場で訓練中のシャルルマーニュに戻り、1945年2月下旬に師団の一員として東部戦線のポメラニア出陣した。 1945年2月23日、ピエール・ロスタン武装上級総長が所属する第 33SS 所属武装的弾兵士団、シャルル・マーニュ第 58SS 所属武装的弾兵連隊第2大隊は、ポメラニア戦線へ向かうシャルル・マーニュ士団の最後尾の部隊として、駐屯地を出発した。ポメラニア戦線における第 58SS 所属武装的弾兵連隊、 第2大隊の編成は次の通り。第 58SS 所属武装的弾兵連隊、第2大隊大隊長、モーリス・ベレー武装隊員1945年2月25日朝、第 58SS 所属武装的弾兵連隊、第2大隊の各部隊は、シャルルマーニュ師団司令部が置かれているエルゼナウの南西部に位置するベーレンフッテに到着した。同日の午前中、 シャルル・マーニュ師団フランス SS 部隊査察部の最高査察官グスタフ・クルケンベルク SS 少将は第 58SS 所属武装的団兵連隊長エミールレーボー武装少佐に対し一個中隊をエルゼナウベーレンフテカに派遣して道路を確保するよう命令した。この時レーボーの連隊には無線機もチーズも十分に備わっていなかった。 このような状況で一個中隊を派遣することは、連絡の途絶、兵力の損失を意味していたため、冷房は命令を拒否しようとした。しかし、彼の公明は却下されたため、やむを得ず冷房は、手書きの地図を、第2大隊第6中隊長、ミシェル・サンマーニュ武装上級総長に与え、同中隊をエルゼナウ・ウェーレンフッテ間へ派遣した。やがて、冷房は、 第 57SS 所属武装的弾兵連隊長、ビクトルド・ブルモン武装隊員と連絡を取ったが、その頃、最前線でソビエト赤軍の猛攻に耐えかねたシャルルマーニュシ団の諸部隊が、徐々に米連レっフッテ周辺に退却しつつあった。冷房は、機化の兵力を用いて戦闘団4以降、直ちに編成し、米連レっフッテの村の防備を固めた。 それから間もなく赤軍の先法がベ連レンフテに迫り、冷房の連隊が守る、村の状況は海に孤立した浮島も、同然となった。エルゼナウのグスタフ・クルケンベルク SS 少将との連絡も途絶し、第 58SS 所属武装的弾兵連隊、第2大隊は、絶体絶命の危機に瀕したかのように思われた。しかし、赤軍がベレンフテ村を迂回して進軍した道は、 第2大隊の退路であるベーレンフッテ・ハマーシュタイン、艦の道路ではなく、ベーレンフッテ北東のエルゼナウ、すなわち、シャルル・マーニュ師団司令部へ続く道であった。2月25日夜、危機を脱した第 58SS、所属武装的弾兵連隊第2大隊は、ベーレンフッテ西方のハマーシュタインへ交代し、体制を整えた。1945年3月1日、 ムスタフ・クルケンベルク SS 少将は、不利な状況を打破するために、シャルルマーニュダ団の戦地再編成を実施した。クルケンベルクの命令を受けた、エミール・レ房ボー武装少佐は、師団裁量の部隊を集めた、後進連隊、それ以外の部隊を集めた、予備連隊を編成した。この時、ピエール・ロスタン武装上級総長は、ビクトルド・ブルモン武装隊員が指揮を取る、予備連隊に配属されていた。 ケイリンでソビエト赤軍に包囲されたシャルルマーニュ師団は数グループに分かれ3月4日から5日の夜にかけて包囲突破を開始した。師団長エドガーピュオ武装上級大佐を伴ったドブルモン武装隊員の予備連隊は3月5日午前1時に行動を開始し夜明け頃にはケイリン南東部のベルガルト周辺の森林地帯に到達した。 1945年3月5日午前8時、立ち込めた霧に乗じて、予備連隊がベルガルト南西部の平原上を移動し始めた時、ロスタンは森の中にある一本のモミの木の下で休憩していた。ロスタンは大の字になって地面に寝そべり、泣けなしの食料である黒パンの最後の一かけらを彼の伝令兵と分け合っていた。その時、周囲に爆発音が響き渡った。 ロスタンは足元の短期間銃を手にして即座に立ち上がり、一体何が起こっているのか、見当もつかないまま、部下と共に森の端まで移動した。二度目の爆発音と共に、先ほどまでロスタンたちがその下で休憩していたモミの木が、コッパミジに吹き飛び、ロスタンは敵の照準に捕捉されていることを確信した。その場から離れるため、 ロスタンと彼の部下は遠方に見えている村落を目指して移動し凍りついた川を越えた。それから間を置かず突如として予備連隊の周囲に立ち込めていた霧が消え去った。そして姿があらわとなったロスタンたちの400メートル後方に赤軍戦車部隊がいた。平原上のシャルルマーニュシダン予備連隊は敵戦車の集中砲火を浴び、 わずか数分で数百名が死傷するという甚大な損害を被った。ロスタンは息を切らせながら全力で走った。たとえ伝令兵が機銃装者を浴びて地面に倒れようとも近距離で爆発した戦車砲弾が周囲の雪や凍土を空中に舞い上げようともロスタンは足を止めなかった。背後から迫るロシア人に生きたまま捕まることへの恐怖がロスタンの体を ひたすら前方へ突き動かした。やがて、ロスタンは目標の尊落にたどり着くことができたが、すでに村は赤軍に占領されていた。ロスタンは短期間銃を右に左に撃ちながら、村の中で防備が薄い箇所を突破した。この時、赤軍兵の銃弾がロスタンの周囲に飛来したが、幸運にもロスタンは命中弾を浴びることなく、土手の斜面を登って、反対側に転がり落ち、 ついで近隣の森の中へ逃げ込んだ。こうして、ロスタンは1945年3月5日朝に、シャルルマーニュシダン予備連隊が壊滅した、ベルガルト平原の虐殺的戦闘を生き延びた。しかし、赤軍戦車と赤軍兵の追撃を受けて逃走中のロスタンがある、地点で、後ろの方を見たとき、ロスタンについて来られなかった30名ほどの戦友が、足を止め、 両腕を高く上げていた。九百四十五年三月、大損害を被って、ポメラニア戦線から撤退した、シャルルマーニュ師団の生存者は、陸路もしくは海路で、ドイツ北部地域を目指し、アンクラム北西に位置するヤルゲリンを集結地点とした。その後、生存者が多少集まった、シャルルマーニュ師団は三月二十四日に、ノイシュトレーリッツに移動し、師団司令部を、 ベルリン北方のカルピンに設置した上で再編成に着手した。4月初旬、再編成後のシャルル・マーニュ師団の兵力は約1000名に回復したが、新英隊全国指導者ハインリヒヒムラーとフランス SS 部隊最高査察関係、シャルルマーニュ師団長グスタフ・クルケンベルク SS 少将は、これ以上の戦闘継続を希望しない将兵を戦闘任務から解放した上で、 師団に残った真の意味での義勇兵だけで構成される新たなシャルル・マーニュの編成を決定した。この時、ピエール・ロスタン武装上級総長は戦闘継続を希望した他のフランス人義勇兵たちと共にシャルル・マーニュの戦闘部隊に残り、彼らは改めて第三帝国総統アドルフ・ヒトラーへの忠誠、関東を宣誓した。歴戦のフランス人義勇兵の一人であるロスタンに、 とって、これが、アドルフ・ヒトラーに対する三度目の先生となった。ナチズム信奉者ではないロスタンが、武装親衛隊に残って、戦闘継続を希望した理由は、あらゆる文明社会の敵である、共産主義と戦うという彼の本能的な、反共主義に由来する強固な意志、ただそれだけであった。その後、ロスタンは、再編成後の、シャルルマーニュシダンにおける、 第 58SS 大隊第6中隊の指揮を委ねられた。シャルル・マーニュ師団第 58SS 大隊大隊長、ハンスローベルト・ヤウス SS 大隊員しかし、当時の第 58SS 大隊,隊長を務めていた若いドイツ人将校ハンスローベルト・ヤウス SS 大隊員は、時が経つにつれて戦争への幻滅の度合いを増していった。彼は、 シャルル・マーニュ師団内におけるハングスタフ・クルケンベルク、SS 少将グループの筆頭となり、クルケンベルクと目を合わせるたびに口論を繰り広げた。戦闘継続を希望した他の将兵の指揮に悪影響を及ぼしかねない、ヤウスの扱いに急したクルケンベルクは、新英隊作戦本部に対して、ヤウス SS 隊は、主幹候補生の監査に最適の人物であるが、彼の居場所は、 フランス人義勇兵たちの隣ではないと報告し、ヤウスを更迭した。その後、ヤウスの後任として、クレープシュ・エスエス大儀が第58 s s エ大隊指揮官に就任した。指揮官候補生たちの復帰1945年4月14日、カルピンにおいて再編成中のシャルル・マー・ニュシ団に、1945年1月から4月、初旬まで、 キンシュラーク SS 総合的団兵学校で、小古教育課程を履修していた、フランス人士官候補生20名以上が合流した。その中で、ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団出身者の、多くは、第 58SS 大隊に配属され、ピエール・ロスタン武装上級総長の、第6中隊には次の4名の、SS 所属武装連隊付上級士官候補生が、配属された。 この4名のうち、ボムガルトネとディウムランは、反共フランス義勇軍団時代からのロスタンの知人であった。森林管理官との門脈1945年4月16日朝、ソビエト赤軍は、オーデル川沿いに展開するドイツ第9軍と第4総攻軍に対する大攻勢を開始した。ベルリンの戦いの前哨戦である、この戦いで、 ドイツ軍部隊は交代しつつ頑強に抵抗したが、19日に赤軍はドイツ軍戦線を突破し、第三帝国の首都ベルリンを包囲する準備に着手した。しかし、赤軍によるベルリン包囲が着々と進んでいる。この時期は、ベルリン北部で対戦者障害物建設工事に従事しているシャルル・マーニュ師団のフランス人将兵にとっては奇妙なほど平穏な期間であった。当時、 ピエール・ロスタン武装上級総長の第 58SS 大隊が威力中隊も他の将兵と同様にベルリン北部で対戦者障害物建設工事に従事していた。彼らは朝から夜まで続く重労働に汗を流していたが彼らに支給される食料は非常に乏しかった。そのため中隊長であるロスタンは少しでも多くの食べ物を補わんとして狩猟が 第三帝国の法律における禁則事項の一つであったにもかかわらず、毎日のように駐屯地周辺の森で鹿を飼っていた。ある日、ボクールの森林管理官が怒りに身を震わせて、ロスタンの執務室のドアを蹴り上げた。森林管理官は自分が逮捕した鹿殺しをロスタンの前に突き出して、この男は私が近寄った時に私の頭を狙って発砲した、と説明した。 金属事項である資料を率先して実行していたロスタンは自分と部下の不祥事を隠すように我々は鉄の規律で支配されておりそのようなことをするはずがないとして機関の勘違いではないのかと言い返したこの対応に納得がいかない森林管理官はさらにロスタンに食ってかかったすると突然逆上したロスタンは森林管理官が持っていたライフルを奪い取って 床に叩きつけた。その迫力に肝を潰した森林管理官の怒りは消え失せ、彼は半泣きで立ち去った。翌日、お詫びの仲直りの印として、森林管理官は自分が仕留めた獲物をロスタンの元へ送り届けた。1945年4月24日午前3時頃、グスタフ・クルケンベルク SS 少将はベルリンから送られてきた。 シャルル・マーニュ師団の将兵をもって一個突撃大隊を編成し、最短距離でベルリンまで来るようにという内容のテレグラムを受け取った。クルケンベルクは直ちに、アンリフネ SS 義勇隊員が指揮を取る、第 57SS 大隊の全部隊、第 58SS 大隊の一個中隊、そして師団戦術学校からなる一個突撃大隊、すなわち、 フランス SS 突撃大隊を編成した。この時、ピエール・ロスタン武装上級総長の第 58SS 大隊が威力中隊は、自分たちが第 58SS 大隊出身で、ベルリン行きを志願した唯一の中隊となったことを誇りに思った。ロスタンは整列した自分の中隊の将兵に対し、次のように言った。そして、一瞬の躊躇もなく、 第 58SS 大隊第6中隊の将兵125名全員が一歩前、進み、ロスタンの第 58SS 大隊第6中隊は、フランス SS 突撃大隊第3中隊と化した。STG44 ベルリニーきを志願した、フランス人義勇兵たちには、シャルルマーニュ士団に残されていた、武器、弾薬のほとんどが与えられた。この時、船の、 第 57SS 大隊出身の将兵はほぼ全員に STG44 が与えられたが、第 58SS 大隊出身のロスタンの中隊で運よく突撃銃を与えられたものは中隊全体の約3分の1の将兵だけであった。なお、ポメラニア戦線敗退後のフランス人義勇兵たちに食料が満足に支給されたのはこの時が最初で最後であったが、 彼らは食料を多く持っていくよりも、弾薬を多く持っていくことを選んだ。1945年4月24日午前5時30分、グスタフ・クルケンベルク SS 少将とアンリ・フネ、SS 義勇大員のフランス SS 突撃大隊は、ベルリン北方のカルピンを出発し、ベルリン目指して、抗軍を開始した。戦火とソビエト赤軍から逃れるために、ドイツ北部地域を目指す難民と、 ドイツ軍兵士にとって、ベルリンに向かって進む、フランス人義勇兵の車列は目を疑う存在であった。この時、ピエール・ロスタン武装上級総長のフランス SS、突撃大隊第三中隊は、順調に行軍していたが、ある地点において、隊列の最後尾を進んでいた、ラウルジノー武装連隊付上級士官候補生の第維持招待を輸送していたトラックが故障してしまった。 ジノーのトラックは前方車両とケーブルで繋がれて牽引され移動を再開することができた。しかし同様に故障した2両のトラックはこれ以上の行軍が不可能となりカルピンへ引き返した。行軍を断念して引き返したトラックが輸送していたフランス人義勇兵たちの中にはジャックシャバンブ装連隊付上級士官候補生の第3中隊第3小隊も含まれていた。 さらに、同日午後3時頃には、フランス SS 突撃大隊の車列が渡ろうとした。橋が国民突撃隊によって誤爆され、フランス人義勇兵たちは車を利用した行軍が不可能となった。グスタフ・クルケンベルク SS 少将は、すべての物資をトラックから降ろさせた後、トラックの運転手には、重傷者を乗せて、カルピンまで戻るよう命令した。 ベルリンまでの残りの道を徒歩で行軍せざるを得なくなったフランス SS 突撃大隊はクルケンベルクとアンディ・フネが戦闘を進みその後ろにビルヘルム・ベバー SS 中尉の戦術学校ピエール・ミシェル SS 義勇中尉の第二中隊ロスタンの第三中隊ジャン・オリビエ SS 義勇総長の第四中隊ジャン・クレマン・ラブルネット SS 義勇将尉の第一中隊が続いた ベルリンまでの距離が縮まりつつあった時、地元のドイツ軍補給部隊の将校がクルケンベルクに対し、フランス人義勇兵たちの助けにするため自分の集積所の補給物資を彼らに強奪させても構わないと申し出た。一刻でも早くベルリンに向かおうとするクルケンベルクはこの申し出を断ったが、ロスタンは懸命にも部下数名を集積所に向かわせ補給物資を入手していた。 そして4月24日午後10時頃、フランス SS 突撃大隊は、ベルリン市内のベルリンオリンピア・スタディオン近隣の国立競技場に到着した。休養を取った後、ベルリン市内で新たな車を与えられた、フランス SS 突撃大隊は移動を再開し、4月25日午後には、ノイケルンクに到着した。この日、ロスタンの 第三中隊は一軒のパブの地下室を寝床として使用したが、幸運にも同地下室にはビールが貯蔵されていた。1945年4月26日早朝、フランス SS 突撃大隊は、ノイケルン区役所とその周辺に布陣し、第 11SS 義勇総攻敵弾兵士団、ノルトラントの戦車の支援を伴った攻撃を開始した。ベルリン市街戦のノイケルンの戦いにおける、 フランス SS 突撃大隊第3中隊の編成は次の通り。フランス SS 突撃大隊第3中隊中隊長、ピエール・ロスタン武装上級総長死とピエール・ロスタン武装上級総長の第3中隊はブラウナワー通りに沿って出撃した。彼ら第3中隊は燃料不足で軌道を制限されているノルトラント師団のティーガー2重戦車からの 援護射撃を約束され、左側面に、ボムガルトネ武装連隊付上級士観光補正の第2小隊、右側面に、中隊長のロスタンと副官リムラン武装連隊付上級士観光補正、児童武装連隊付上級士観光補正の第1、小隊が展開して、ベルリン市外の道路を進んだ。第3中隊の戦いの火蓋は、突如として響き渡った。 機関銃の発射音によって切られた。ロスタンの隣を進んでいた副艦、デュムランは、銃撃を受けて倒れた。ロスタンは即座に第一小隊に前進を命じたが、第一小隊長次郎は恐怖のあまり麻痺状態に陥ったため、ロスタンは彼を後方に下げざるを得なかった。第一小隊の兵は指揮官を失ったものの、前進を続けた。間もなく、第三中隊は、 道路の中央に築かれたドイツ軍の対戦車バリケードに接近したが、すでにそこはソビエト赤軍兵に制圧されていた。ロスタンはバリケードから50メートルほどの位置にある道を横切ろうとしたが、その時、一両の T-34 戦車がロスタンからわずか10メートルしか離れていない位置に停車しており、戦車から降りていた乗員がロスタンに気づいた。ロスタンは、 突撃銃を連射して2名を倒したが、残りの3名は射兵物に身を隠した。そこで、ロスタンは、自身の弾薬補給兵にパンツァーファウストを用意させた、あと、T-34 戦車に狙いを定めて、パンツァーファウストを発射した。その弾頭が T-34 の砲塔の下部に命中し、大爆発とともに T-34 の砲塔は吹き飛んだ。しかし、 搭載弾薬に誘爆したが、ゆえの大爆発は、同時に、周囲の全方向へ、戦車の残骸、鋼鉄の破片を飛散させた。ロスタンの様子を、物陰から身を乗り出して見ていた、弾薬補給兵は、飛来したてっぺんによって頭部が、胴体から切断された。ロスタンは右米紙に破片が直撃し、その衝撃で気を失った。 やがて意識を取り戻したロスタンが周囲を見渡すと、ロスタンの部下12名の死体が近くの路上に散らばっており、重傷を負っている者が泣き叫んでいた。この時、第三中隊の他の正体の姿は、ロスタンの視界のどこにも見受けられなかった。ロスタンは周囲をさらに注意深く見渡した。すると、数メートル先の建物のドアがゆっくりと開き、 PM1910 銃機関銃の重心が現れた。これを見たロスタンは素早く突撃し、機関銃の周囲の赤軍兵3名を射殺した。ここに待ち伏せていた銃機関銃は、ベルリン市街を覆う戦闘騒音に乗じて発砲し、建物の前を通る武装親衛隊フランス人、義勇兵たちが機関銃の存在に気づく前に、彼らをなぎ倒していたのであった。 ノイケルンの戦いが開始されてから1時間も経たない、うちに、ロスタンの第三中隊は4分の1以上の兵力を失い、さらに、赤軍狙撃兵の銃弾によって、第三中隊の死傷者数は増加の一途をたどった。ロスタンの伝令兵4名のうち2名は、狙撃兵に射殺され、第二小隊長ボムガルトネと、彼の副官は足首を打ち抜かれ、 第一小隊長、ジノーは腕を負傷した。しかし、この時には、麻痺状態から立ち直って、闘志と冷静さを取り戻していたジノーは、治療のための抗争命令を拒否して前線に止まった。なお、ロスタン自身も、敵狙撃兵に狙われたが、幸運にも銃弾は、ズボンの右膝上部を切り裂いただけで、ロスタンの体には命中しなかった。この時、生き残っている、 伝令兵2名のうち1名は足に銃弾が命中したが、それでも、なお伝令の任務を続けていた。ロスタンは、この負傷した伝令兵を連絡員として、ノイケルン区役所の代替本部に派遣した。これまでに、第3中隊の援護を担当する他の中隊は、攻撃の最初の段階で回覧していたが、ノルトラント師団の T ガー2は2両の T-34 を撃破していた。 リハルト・プラッツその後、体制を整えた第三中隊は再度前進を開始した。建物という建物、部屋という部屋で、赤軍兵と血みどろの白兵戦を繰り広げ、道路では上空から降り注ぐ、迫撃砲弾にもひるまず突撃する武装親衛隊、フランス人義勇兵たちは、赤軍が維持していたバリケードを、ついに制圧した。ロスタンたちは道路を挟んで、 向かい側の建物を新たな拠点にするため、道路を横切ろうとした。その際にロスタンはパンツァーファウストを、ソビエト赤軍の方向へ発射して、赤軍兵をか乱したが、建物の上階の赤軍狙撃兵はこれに動じることなく、狙撃銃を構え、道路を横切っていた、フランス人義勇兵のうちの一人、ギーデ,デデューの頭部を撃ち抜いた。狙撃兵を発見したロスタンは部下に、 建物の窓を打つよう命じ、手榴弾を投げ込ませた。手榴弾を用いた攻撃は3度にわたって試みられ、狙撃兵は沈黙した。次の目標として、ロスタンの第3中隊は、リハルトプラッツ方面へ進んだが、広場は赤軍の対戦車砲一門によって守られていた。やがて現れたドイツ軍の突撃砲がこれを砲撃し、 敵の対戦車砲は二度と火を吹かなくなったものの、銃撃を続ける PM1910 銃機関銃は、ロスタンの中隊を物陰に国付けにしていた。最終的にロスタンが、側面からこの機関銃陣地に忍び寄り、手榴弾を放り込んで、広場の戦闘に決着をつけた。勝利の喜びとともに、第三中隊の将兵は、リヒャルトプラッツに入った。この時、ロスタンは、 ノイケルンク役所のフランス SS 突撃大隊本部との連絡を失っていたにもかかわらずテンペルホーフトレプトフ艦のエスバーン線へ進出する新たな攻撃を決意していたしかし突如としてロスタンの部下の一人であるアルボネルが激しく泣き出したためロスタンは彼の状態を確かめた腹部に銃弾が命中したアルボネルはやられたと思い込んでいたが実際には 銃弾は彼のベルトのバックル部分で止まっており、奇跡的にアルボネル自身は無傷であった。ロスタンは泣きわめくアルボネルの方を何回か軽く叩き、彼を落ち着かせた。その後もロスタンの第三中隊は戦闘を継続したが、4月26日午後5時頃、大隊長アンリフネ SSU 隊員から通達された命令により、第三中隊は 大体本部まで帰還することとなった。構成に出ている自分の中隊が他の中隊のおかげで進撃を停止させられることに、ロスタンは怒りを覚えたが、命令に従って大体本部に合流した。第3中隊は26日午後7時にハーマンプラッツまで交代するフランス SS 突撃大隊の後衛を務めた。ノイケルンの戦いが開始された十六日朝の時点では、 約80名の将兵を数えた第3中隊であったが、その兵力は26日夜の時点で約30名に減少していた。1945年4月27日、前日のノイケルンの戦いで奮戦したフランス SS 突撃大隊は、ノルトラント師団司令官グスタフ・クルケンベルク SS 少将から1日の休養を与えられた。同日の午後に大隊は、 オペラハウスからトーマス・ケラー醸造所、ついで、ベルリン地下鉄市中央駅に移動した。1945年4月28日の夜明け前、ソビエト赤軍は、ハレモン近くのランドベア運河を渡り、戦車多数をベレアリアンス・プラッツに前進させた。この広場から出る三つの道はいずれも、相当艦定に至る重要な道であった。夜も明けきらぬ頃、フランス SS 突撃大隊は、 ベレアリアンス・プラッツに、戦車破壊班を2個派遣した。ノルトラント師団の要請によって、大体副官、ハンス・ユア・ヒム・フォン・バレンドーと SS 注意率いる、最初の戦車破壊班が出撃した1時間後、大体本部省隊長、ルシアン・アンヌ・カール・ SS 義勇上級総長率いる、第2戦車破壊班も出撃した。そして、夜が明ける頃には、 フランス SS 突撃大隊の残存部隊すべてが、交戦状態に突入していた。旧市に、一生1945年4月29日の夜明け、ベルリン市街の建物に陣取るフランス SS 突撃大隊の元へ再び、ソビエト赤軍戦車が来襲した。武装親衛隊フランス人義勇兵たちは、絶好の位置からパンツァーファウストを発射し、敵戦車部隊の第一波を撃退した。 この日、ピエール・ロスタン武装上級総長の第三中隊は、大隊本部が置かれた建物の2階を監視所として使用していた。やがて、ロスタンの耳に新たな敵戦車の接近音が聞こえ、ついでスターリニエ戦車が、その巨大な姿を表した。ロスタンは恐怖に身を震わせた。8 8トル級の大砲だけがこの、鋼鉄の化け物の重装甲を貫けるのに対し、 フランス人義勇兵たちの手元にあるものはパンツァーファウストだけであった。スターリにエセンが建物から約30メートルの位置にまで迫った時、4カ所から一斉にパンツァーファウストの弾頭が放たれた。しかし、その次の瞬間、フランス SS 突撃大隊本部とロスタンの第3中隊がこもる建物は落盤した。天井から落下した傾向が頭部に直撃し、 気絶したロスタンは、建物の瓦礫に生き埋めにされた。ロスタンが生存している兆候がなかったため、第三中隊の兵は大隊長、アンリ船 SSGU 隊員に、自分たちの中隊長の戦死を報告した。積もった瓦礫の様子を見に行った船はショックを受けた。第三中隊の兵と同じく、船もロスタンが死んだと確信せざるを得なかった。一方、後に、 瓦礫の中で目を覚ましたロスタンは、まず自分の手足が動かせるかどうかを確かめた。手足はいずれも骨折していなかったため、ロスタンは自ら動いて、瓦礫の中から這い出た。スターリンエセンシャはパンツァー・ファウストで、撃破されると、ほぼ同時に手法を放ち、建物を崩壊させて、ロスタンを生き埋めにしたが、ロスタンの友である幸運は、今回も彼を見捨てていなかった。 瓦礫の中から生え出たロスタンが、ベルリン市街の路上に立った時、遠くから聞こえる戦闘騒音以外、ロスタンの周囲は静まり返っていた。次にすべきこととして、幸福は論外であったが、人影のない道路上でロスタンは途方に暮れていた。しかし、ロスタンはドイツ陸軍、反共フランス義勇軍団以来の親友で、今は、フランス SS 突撃大隊第4。 中隊長代行のセルジュ・ピロトポポフ、武装連隊付士官候補生と合流することができ、大隊長、アンリフネ SS g u 隊員のもとへ生還した。鉄十字章を死んだはずのロスタンが生きて戻ってきたのを見た船は驚きと喜びをあらわにして、ロスタンを抱きしめ、一杯のコーヒーを差し出し、そして、ロスタンのために旧鉄十字章の授与式を取り行った。 戦後のロスタンはこの鉄十字章授与式について次のように述べている。戦友一同が見守る中、完璧な気をつけの姿勢でロスタンは船から一級鉄十字章を授与された。三歩下がった船はロスタンに敬礼をし、ロスタンもこれに到礼した。ロスタンの他に数名の将兵も一級鉄十字章を授与され、その後、フランス人義勇兵たちは、 旗を高く掲げようフランス語で熱唱した。さらに、ロスタンは、将位の階級への昇進も約束された。ちなみに、ロスタンの戦友の一人、ウジェーヌ・ボロブ総合長は、ロスタンが一級鉄十字章を授与されたこの日、ベルリン市街戦での個人戦車撃破記録を8両に伸ばし、ノルトラント師団司令官、グスタフ・クルケンベルク SS 少将から騎士鉄十字章を授与されていた。 同日の夜、アンリ船に引きられたフランス SS 突撃大隊は、大隊本部を図書館の地下室に移動させた。同地下室には、壮麗な美術本が保管されており、訪れた者たちの娯楽の種となった。まるで周囲の地獄の風景を中和んとするかのように、彼らフランス人義由兵たちは光に満ちた風景を探してページをめくっていった。ロスタンにとって、 図書館に保管されている貴重な書物は我々がそのために戦っている西欧文化の象徴であった。1945年4月30日の夜明け、図書館の中の疲弊したフランス SS 突撃大隊の将兵は眠気に襲われつつも目を覚ましており、パンツァーファウストを手にしてソビエト赤軍戦車の来襲に備えていた。そしてフリードリヒドリを突き進んできた。 t-34 戦車は図書館の窓からフランス人義勇兵が発射したパンツァーファウストの弾頭が直撃し爆発、炎上した。その次に続いた戦車も同様に破壊され、この日の夜までにロスタンは戦車を含む21両の赤軍装甲車両が図書館周辺で大破、炎上しているのを数えた。これら赤軍車両の墓場は その散乱した鉄くずと燃え盛る炎が、後続の赤軍部隊の進撃を妨害する防波堤となり、フランス人義勇兵たちにとっては、石造りの家よりも頼りになる存在であった。この日の戦闘に参加し、21両の赤軍装甲車両を撃破したわずか25名のフランス人義勇兵は、戦後のロスタンが、今日でも鮮明に思い出せると述べるほどの熱意で、 防衛戦闘に臨んでいた。1945年5月1日朝、ベルリン艦長外防衛司令官、ビルヘルム・モーンケ・ SS 少将と、ノルトラント師団司令官、グスタフ・クルケンベルク・ SS 少将が、現在の状況と今後の作戦について、電話連絡を取っている間、図書館内にこもるアンリ・フネ・ SS 義勇隊と、フランス・ SS 突撃大隊は、久しぶりに、 戦闘のない平穏な朝を迎えた。この久しぶりに訪れた平穏な時の間に、ロスタンは親友のセルジュ・プロトポポフと共に図書館の中庭に出て新鮮な空気を吸っていた。二人は歩きながら様々な話を交わし、ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団出身者で武装親衛隊に所属し、今でも戦いを続けている者は自分たち二人だけで、あることに互いに同意した。 しかしその時、ロスタンは迫撃砲弾が飛来する音を耳にした。プロトポポフに、伏せろ。と叫びながら、ロスタンは、孫の背後に飛び込んだ。中庭に落ちて炸裂した、迫撃砲弾の破片は遮蔽物をズタズタにしたが、ロスタン自身は無傷であった。そして、身を起こした、ロスタンの視界に、地面に横たわったまま動かなくなっている親友の姿が映った。 全身の力が抜けたロスタンは、プロトポポフの傍らで両膝をついた。プロトポポフは、かすかな声で、ロスタンに、君が、最後の生き残りだと言い、息を引き取った。その後、知らせを受けて現場に駆けつけた、大隊長、アンリフネ SS 義勇隊員によって、プロトポポフの簡潔な葬儀が取り行われた。5月1日午後、フランス SS 突撃大隊の状況は、 次第に悪化していた。建物に陣取ってからの攻撃を得意とするフランス人義勇兵に対し、赤軍は砲撃と火炎放射を浴びせてフランス人義勇兵を建物から駆逐した。同日午後6時、大隊はビルヘルム通りとプリンツ・アルブレヒト通りの角にある保安省の周辺に移動した。敗北1945年5月1日から2日にかけての夜は、 保安省の建物内部にいるアンリフネ SS 義勇隊とフランス SS 突撃大隊の生存者にとって静かな夜であった。彼らは相当官邸に移動したノルトラント師団一個中隊の戦区も確保し警戒を続けていた。しかし夜明け頃彼らは前線が航空省近辺に迫っていることを察知し航空省まで交代した。そして フランス人義勇兵たちが航空省内部のドイツ空軍部隊の陣地を引き継いで間もなく白旗を掲げた自動車が前線から現れた。その車に乗っていたドイツ国防軍将校とソビエト赤軍将校は航空省内部で降伏について話し合った。航空省内の部隊を指揮していたドイツ空軍少佐は投降を決意していたが船をはじめとする。 フランス SS 突撃大隊の生存者は、相当艦艇の様子を確認するため、航空省を立ち去った。大勢の市民と非武装のドイツ軍兵士が、ベルリン市街の道路を埋め尽くす中、船一行は、廃墟内を伝って移動した。この時、ロスタンは移動する、フランス SS 突撃大隊の後衛を務めていたが、物思いにふけていたため、一人の赤軍兵が近くに、 迫っていることに気づいていなかった。赤軍兵はロスタンに武器を捨てろと命令したが、ロスタンの答えは戦友たちの方向へ走り出すことであった。赤軍兵からの発砲はなく、ロスタンは船たちと再び合流して廃墟内の移動を続けた。やがて通気口を経て、フランス SS 突撃大隊の生存者はユーバーンの構内、地下鉄のトンネルに入った。そこは、生き延びるに、 最適の場所であると同時に発見されることなく相当官邸まで向かうことが可能な場所であった。そして相当官邸の向かい側にあるユーバーン駅に到着した後大隊長の船は地上の様子を探るために地上の道路の換気口まで続くはしごを登っていった。ロスタンをはじめ駅構内に待機している者たちは船の知らせを待ちわびていた。やがて 船がはしごを降りて戻ってきたため、彼らは船を囲むようにして集まった。船は至るところにロシア兵がおり、相当は間違いなく死んでいると伝えた。この知らせを聞いたフランス人義勇兵たちは静かにうなだれた。絶望した若い菓子官はロスタンに対し、我々は民間人の服を着るべきではと尋ねた。するとロスタンは、俺たちは変装するために、 ここまで来たわけじゃないと、プロの軍人らしい答えを返した。戦争に敗北したという事実は涙となって、ロスタンの方を濡らしていたが、ロスタンの党首は消えていなかった。ロスタンは言葉を続けた。まだやるぞその後、大隊長の船は、地下鉄の線路を利用していけるところまで行き、夜を利用して、休息を取り、バルター・ベンク総工兵大将のドイツ第十二軍が、いる。 はずのポツダムまで突破を試みる計画を示した。フランス SS 突撃大隊の生存者全員がこれに同意し、彼らはベルリンミッテクのポツダム広場まで静かに移動した。しかし、5月2日、正午ごろ、ポツダム広場において石膏がもたらした報告により、地下鉄の線路が地上とつながっていることが判明した。身を隠しながらベルリン市街を脱出する。 フランス人義勇兵たちにとって、これは日中に移動を続けることを不可能にした。それゆえ、彼らは夜になってからの移動に備え、小グループに分かれてそれぞれ次々と姿をくらました。ロスタンは船のグループやその他のグループと分かれ、16名のフランス人義勇兵と共に潜伏を開始した。捕虜ポツダム広場1945年5月2日の夜、 ポツダム広場周辺の地下鉄駅構内で仮眠を取っていたロスタンのグループは突如として聞こえてきた何者かの声によって目を覚ました。投稿せよ、さもなくば、駅を爆破するという胸の通告がフランス語で繰り返し言い渡され、フランス人義由兵たちは互いの顔を見た。身体が極まったロスタンたちは観念し、武器を高く掲げつつ潜伏場所から姿を現した。 潜伏場所の外では、戦争に勝利して、上機嫌のソビエト赤軍兵が彼らを待ち受けていた。赤軍兵は捕虜にしたロスタンと他のフランス人、義勇兵の腕時計を最初に奪い、ついで彼らのポケットの中の手紙、写真、金品といった私物を根こそぎ奪い取った。それから、赤軍兵は、お前たちは、SS かそうでなくても、戦車を破壊したかと、何度も尋ねた。 ロスタンたちは何も答えなかった。一時間前に彼らは自分たちの制服についている襟章や腕章を剥がしていた。しかし、ここでフランス人義勇兵の一人は自分の腕につけている二個の戦車撃破章を剥がし忘れていた。その勲章を見て怒り狂った赤軍歌手官の一人は叫び声を上げながら彼に襲いかかり殴る蹴るの暴行を加えた。そして、 赤軍家士官は拳銃を取り出し、戦車撃破傷を腕につけているフランス人義勇兵の頭部に銃弾を撃ち込んだ。その後、ロスタンと他のフランス人義勇兵は壁の前に並んで立たされた。自分たちと整体した赤軍兵が武器を持っているのを見たフランス人義勇兵たちはついに最後の時が来たと確信した。死を覚悟したロスタンは不思議にも穏やかな気分であったが、 右隣からおえつが聞こえてきた。ロスタンの右隣にいたのは、クロード・カパールという名の18歳の義勇兵で、彼は4月26日のノイケルンの戦いで勇敢な戦いぶりを示したが、今はその勇気も消えうせて、ひたすら泣いていた。ロスタンが彼を励まそうとしたとき、酒瓶を小脇に抱えて酔っ払っている、赤軍将校が現れた。 赤軍将校はその場を何度か行き来した後、最終的にロスタンの前で足を止め、ロシア語でいくつか質問をした。幸運にもロスタンはロシア語を知っていたので、自分たちはフランス人でドイツに協力するよう強制されたという説明をした。それを聞いた赤軍将校の反応を見てロスタンは、この将校は兵に対し武器を下ろしてあっちへ行けとでも命じたに違いないと思った。 そして、赤軍将校はロスタンに対し、これから移送する捕虜の列の中に、貴様の部下を加えさせるよう命令した。この命令に従って、部下を移動させる、ロスタンの境中には、喜びが満ち溢れていた。ベルリン市街戦終了時に、ソビエト赤軍の捕虜となったピエール・ロスタンは、戦後のドイツ国内の赤軍占領区域に設けられた、捕虜収容所を転々とし、 1945年10月初旬にフランクフルト・アンデア・オーダーに移った。やがて、フランスの赤十字であるフランス赤十字社の調査を受けたロスタンは、これまでの経緯を包み隠さずすべて打ち明けた。ロスタンは占領下のベルリンに身柄を移され、テーゲル刑務所に収監された。そして1946年3月、ロスタンはフランスに送還された。しかし、 1946年3月16日にパリの鉄道駅に到着したロスタンを待っていた者は、憎悪に満ちた人々の出迎えであった。ロスタンはフレンヌにあるフレンヌ刑務所に収監され、ついで故郷イゼール県のグルノーブルにあるサンジョゼフ刑務所に身柄を移された。1946年10月11日、ロスタンは裁判で無期禁錮重労働の刑を宣告された。 その後のロスタンは、ピュイドイコールドームケンディオンや、アンジュ地方シノン近郊のフォントブローなどの刑務所で、服役したが、1949年10月16日に、釈放された。釈放後、ロスタンはパリに泊まり、兄弟の一人と共に、市場で働いた。しかし、ロスタンは首都における住居制限を受けていたため、後に、バールケントゥーロンに移住し、 建築作業員として働き始めた。1951年、ロスタンは恩赦を受け、それから間もなく若い女性と再婚した。フランスに帰国して、以来、ロスタンは自身の過去を比して暮らしていた。しかし、1970年5月2日、ロスタンの娘がベルリンでドイツ人男性と結婚してからは考えを改めた。娘の結婚式のために、 ベルリンへ赴いたロスタンは、かつてこの地で死闘を繰り広げた、際の様々な思いが巨来したのであった。1975年、ロスタンはカイコロクレプリーディー、ウンサーマン、レソルダ・フランセル・プラス・デグア・でエル、アーム・アルマンドを表した。また、ロスタンは、シャルル・マーニュ・師団の戦友会である、18、33、戦友会の一員となって、積極的に活動し、 戦友会の会合に毎回出席した。1996年12月11日、ピエール・ロスタンは亡くなった。満87歳没。フランス軍不明ドイツ陸軍武装親衛隊、フランス軍不明ドイツ陸軍武装親衛隊、ピエール・ロスタンの回顧録でプリーディー、ウン・サーマンは1975年に、ラテーブル・ロンドから初版が発売された。同書は、現在に至るまで、 他の出版社からも発売されている。ジャック・シャバン・武装連隊付上級士官候補生、フランス SS 突撃大隊第3中隊第3、小隊長フランス共和国ローヌケンリオン生まれ、ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団に所属していた、フランス人義勇兵。1944年6月下旬のボブル側の戦いで対戦者砲兵として活躍し、二級鉄十字章を、 受賞した。1944年9月1日、再編成に伴って武装新兵隊へ移籍し、1945年1月から4月、初旬の間は、金シュラーク SS 総公的団兵学校で、将校教育課程を受講。4月14日、カルピンで再編成中のシャルルマーニュ試団に、SS 所属武装連隊付上級士官候補生とし、て合流し、 ピエール・ロスタンの第 58SS 大隊第6中隊の小隊長を務めた。1945年4月24日、フランス SS 突撃大隊第3中隊第3小隊長としてベルリンを目指して、抗軍を開始したが、道中で車両が故障したために抗軍を断念して、カルピンへ帰還。その後は、シャルルマーニュシ団第 58SS 大隊の 一員として、ドイツ北部で、米英連合軍に投降した。ジャック・シャバンは大戦を生き延びたが、フランス帰国後、フレンヌにあるフレンヌ刑務所に収監された。出典、ジャン・デュームラン武装連隊築上旧士官候補生、フランス SS 突撃大隊第3中隊副官九9 1 7年6月29日、フランス共和国村無権アミアン生まれ、偽名は、デムラン。 ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団第三大隊に所属していたフランス人義勇兵でロスタンの知人。1944年9月1日再編成に伴って武装新衛隊へ移籍し、1945年1月から4月、初旬の間はキンシュラーク SS 総合的団兵学校で将校教育課程を受講。4月14日、カルピンで再編成中の シャルル・マーニュ師団に SS 所属武装連隊付上級士官候補生とし、で合流し、ロスタンの第 58SS 大隊が威力中隊に所属。1945年4月末のベルリン市外戦には、フランス SS 突撃大隊第3、中隊副官として参戦したが、4月26日朝、ノイケルンの戦いが開始された直後に、敵の機銃装者を浴びて戦死した。なお、 ベルリン市街戦で、ジャン・デュムランは戦死したが、戦後の1945年5月22日、アミアンで行われた、欠席裁判でデュムランには、死刑判決が下された。出典、ガストン・ボムガルトネ、武装連隊付上級士官候補生、フランス SS 突撃大隊第3中隊、第2小隊長1914年、フランス共和国の首都パリ生まれ。偽名は、ルディニエ、 ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団に所属していたフランス人義勇兵で二級先行十字章受章者。1944年9月1日、再編成に伴って武装新衛隊へ移籍し、1945年1月から4月、初旬の間はキンシュラーク SS 総合的団兵学校で将校教育課程を受講。4月14日、カルピンで再編成中の シャルル・マーニュダ団に SS 所属武装連隊付上級士官候補生として合流し、ピエール・ロスタンの第 58SS 大隊が威力中隊の小隊長を務めた。1945年4月末のベルリン市街戦にはフランス SS 突撃大隊第3中隊第2小隊長として参戦したが、4月26日のノイケルンの戦いで足首に銃弾が命中して負傷。 戦後、フランスに送還されたボムガルトネは1946年6月12日に、パリで裁判を受けた。出典、ラウル・ジノーブ総連隊付上級士官候補生、フランス SS 突撃大隊第3中隊第1、小隊長1921年12月14日、生まれ、偽名は、ジナ、ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団に所属していた、フランス人義勇兵、 1944年9月1日、再編成に伴って武装新鋭隊へ移籍し、1945年1月から4月、初旬の間は、金シュラーク SS 総合的団兵学校で、将校教育課程を受講。4月14日、カルピンで再編成中のシャルルマーニュ師団に、SS 所属武装連隊付上級士官候補生とし、て合流し、ロスタンの 第 58SS 大隊が威力中隊に所属した。1945年4月末のベルリン市街戦には、フランス SS 突撃大隊第3中隊第1、小隊長として参戦。4月26日のノイケルンの戦いの最中、肘に銃弾が命中して負傷したが、治療のための抗争命令を拒否して前線に止まった。その後の児童は、ベルリン市街戦を生き延びて、 終戦を迎え、フランス帰国後、フレンヌ刑務所に収監された。2011年6月5日、ラウルジノーは、パリで亡くなった。出典、ージャックデデュー、フランス SS 突撃大隊第3中隊隊員、1918年6月29日、フランス共和国王とイコールガロンヌ県、トゥールーズ生まれ、フランス民兵団員。1944年夏に、フランスが、 ナチスドイツの占領下から解放されるとドイツへ避難し、1944年11月武装親衛隊へ入隊。階級は SS 所属武装連隊付け士官候補生。1944年11月中旬から1945年2月の間はキーンシュラーク SS 総合的団兵学校に在籍。1945年4月末のベルリン市街戦では、 イエール・ロスタンが指揮を取るフランス SS 突撃大隊第3中隊に所属した。1945年4月26日、ノイケルンの戦いで東部に銃弾が命中して、戦死した。出典、セルジュ・プロトポポフ武装連隊付けシ官候補生、フランス SS 突撃大隊第4中隊長、大公フランス共和国の首都パリ生まれのロシア人で、フランスに帰還。なお、 セルジュ・プロトポポフの祖父は、流陸町に由来する貴族、ウフトムスキー家の血を引くロシアの政治家で、ロシア帝国最後の内務大臣となったアレクサンドル・プロトポポフであった。成長後は、フランス民兵団に参加したが、1943年12月、ドイツ陸軍反共フランス義勇軍団に志願入隊。フランスのロワレ・ケンオルレアン近郊モンタルジにある、 反共フランス義勇軍団幹部養成学校で教育を受けた後、東部戦線の城ロシアに出発し、陸軍総長として反共フランス義勇軍団本部に所属した。1944年9月1日、再編成に伴って武装親衛隊へ移籍。シャルル・マーニュ旅団第 58SS、所属武装的弾兵連隊第10中隊に配属されたが、 1945年1月から4月、初旬の間は、ンシュラーク SS 総合的団兵学校で、商工教育課程を受講。4月14日、カルピンで再編成中のシャルルマーニュ士団に、SS 所属武装連隊付け士官候補生として、合流した。再編成後のシャルルマーニュ士団で、戦闘継続を希望し、 1945年4月末のベルリン市街戦には、フランス SS 突撃大隊第4、中隊副官として参戦。中隊長、ジャンオリビエ SS 義勇総長の負傷後は、第4中隊長代行として活躍し、市街戦中に合計5両の赤軍戦車を打ち取った。1945年5月1日、フランス SS 突撃大隊第3中隊長、 ピエール・ロスタンとの会話中に飛来したソビエト赤軍の迫撃砲弾によって死亡。一級鉄十字章を追造された。ロバート・ホーブスの著書 P394 の記述は、ロア隊員の第 57SS 所属武装的弾兵連隊大、旧中隊と共に、ポメラニア戦線に従軍したは誤り。出典義名の綴りはローストン。SS 所属武装の名称を義勇兵の使命と、 平気する場合は、SS 所属の部分が省略される。例、ピエール・ロスタン武装上級総長ロスタンは、戦後に記した回顧録で、1945年3月5日朝、似たような形でこの戦闘を生き延びたものの中には、師団長エドガー・ピューオ武装上級大佐、師団参謀長、ジャンド・ボージュラ武装少佐などの将校も含まれていたと、記録している。 脚中3章ハンス・ローベルト・ヤウス・ SS 大儀は、第 4SS 義勇総攻的弾兵路団ネーデルラント第 48SS 総攻的弾兵、連隊第4中隊長時代になる場の戦いでの、活躍によって、ドイツ十字賞金賞を受賞した勇敢な将校で、あったが、対戦末期には、戦争に対する熱意を完全に失っていた。出典は、 ロスタンの回顧録レプリディ、ウン・サーマン P182。なお、セインとルップの著書 P372 におけるこの一連の出来事は、ロスタンの記述の内容と比較して、オ便に解決している。その後、ロスタンが彼の姿を見ることはなかった。アルボネルは、正気を取り戻したが、後の戦闘で命を落とした、アネクセス1、バロンテアーズ D ・イムポータンスミネウレ。 クリセイパール・コットンゴリ、オリジン・インケニュー、アーボネル参照。出展は、アンリ・フネの記述が掲載された、イストリア32の P161。しかし、ロスタンの回顧録 P195 によると、ロスタンの第三中隊は4月27日を1日中、オペラハウス内で過ごしたという。 ダイレッツているんで P14 における船の記述および人員まびれマリア・アベルリン P234? これらの記述とは対照的に繊維とルップの著書 P450 によるとこの第2版はロスタンが指揮していたという。しかしロスタンは回顧録の中でこの時の第2戦車破壊版に関して何も言及していない。ロスタンの開古録 P200 によると この鉄十字章授与式は図書館の地下で模様され、その時のアンリ・フネはグスタフ・クルケンベルク・ SS 少将から授与された騎士鉄十字章を首に廃用していたという。この記述は裏付けが取れていない。なお、この授与式でロスタン以外に一級鉄十字章を授与されたフランス SS 突撃大隊の将兵は、この日に個人戦車撃破記録を4両に伸ばした。 ロジェアルベール・ブデュネ、SS 義勇号長、4月26日のノイケルンの戦いでの活躍を、ノルトラント師団の戦車将校に認められた、アルフレッド・ドゥールー武装連隊付上級士官候補、精鋭、大隊副官、ハンス・ヨアヒムフォン・バレンドーと SS 中尉であった。武装親衛隊フランス人義勇兵がベルリンに到着した4月24日夜の時点で、約80名を数えた。 ロスタンの第3中隊の戦闘可能人員は、この戦闘の時には6名しか残っていなかった。ジョルジュ・バーンジ・ベルリン 1945L、アゴニエ・ジュライヒ P-125 によると、ソビエト赤軍の 120mm 砲弾。出典は、ロスタンのカイコロック P-205。なお、戦意とルップの著書 P-502 によると、この時にロスタンは、 自分が持っていたリボルバーを赤軍兵へ与えた。そのリボルバーは、シャルル・マーニュ師団訓練期間中に、ロスタンがビルト・フレッケン演習場で、フランス民兵団員の一人から巻き上げたアメリカのコルト社製の回転式拳銃であった。ロスタンの回顧 6P206 によると、赤軍兵は、 地下鉄の構内に侵入しており、フランス人義勇兵たちに発砲していた。これによって、フランス SS 突撃大隊の生存者は、地下鉄のトンネル内に身を隠さざるを得なくなったという。また、ロスタンは、その途中で、赤軍兵が追跡してきたことも記している。ソビエト赤軍は、ベルリン市街戦で、多数の味方戦車を撃破されており、赤軍将兵にとって、 戦車撃破傷を腕につけているドイツ軍兵士は死んだ戦友のあだそのものであった。この裁判より前に行われた欠席裁判ではロスタンは死刑判決を下されていた。一定期間フランス軍に勤務することが恩赦の条件であった。ロスタンの前妻はロスタンが服役している間に離婚していた。さらにその妻との間に生まれた娘は幼くして亡くなっていた。 ただし、いずれもフランス語版のみであり、他の外国語に翻訳されたものは発売されていない。ありがとうございます。